僕はまあ上下揃ってた方がやはりバランスが綺麗だなって思います,いす。ああまあ色味とかそうだよね。なるほど。何色が好きなの何色うん。黒とか白とかさ。あー、そうですね。俺どっちかってと黒レースの派なんだけど。僕白をですね。あー。 黒僕ね、うん、あのパステルな感じの色がいいねパステルのパステルカラー。春に似合いそうなんかパステルブルーとか<う>パステルピンクとか黄色ピンク広、えー、いい感じかなって思えきついよりもちょっと淡めのほうがいいちょっと淡めなほうがいいですねお<ー>青春派的な感じですかねえあの柄とかはいやまああの基本まあちょっとレースがね入ってる方がまあ なるほどね。いいと思いですけれどもね。いいねですね。えー、ねえ、さんいいと思いますね。そうですね。えー、いいですね。え、バラバラだとダメ？バラバラだとまあダメってことはないけど、なんかこうちょっとすごい油断されてる感ってありません？うん なんかこう、もしく、もしかしたら、そういうふうになんか、どっちも見られる可能性があるっていうのを。全く考えていないってことは、なんかこう、自分に対して、全くこう、異性として見てないんじゃないかっていう気がしてしまうんですよね。ね逆に。心を許してるがゆえに、上下バラバラになってるって可能性。あ、もう、それはだから、あの、なんだろう、付き合い始めじゃなければ、まあ、それは仕方がないかなって思う部分もあるんですが。付き合い始めで、上下バラバラっていうのは、ちょっと、うん。なるほど。 す聞きましたがましたか下野くんのファンの方下野くんとイベントするときは上下お揃いの色で考えてきてくださいパステルカラーの下着でということですかねそれでよろしいですか